立川北口の皆様、こんにちは。私は立川市議会議員選挙に立候補している伊藤智之です。無所属の伊藤智之です。こんにちは。本日選挙活動最終日になりました。今までいろいろなところでお話しさせていただきましたが、今日本当に最後になります。本日こちらで3回お話をさせていただきますが、もしご興味のある方は足を止めて見ていただけたら幸いです。よろしくお願いします。私は今回立候補するにあたり2つ大きな自分で課題を持って立候補いたしました。3児の父であり、子どもの将来を考えたときに10年後や20年後とても明るい未来があるとは思えませんでした。私も今40半ばで、10年20年これからまだバリバリ働きます。しかし今のような経済状況でとても先行きが見えない。既存政党の作った結果が今この時代になっていると自分は考えております。そのような政治家に頼っていては何も変わらないんじゃないかと思ったのがきっかけです。もう一点、私は立川の地元の新立川交通という会社で働いております。そして交通対策委員というものをやらせていただいております。立川の渋滞対策や交通関係のことを主に扱うところです。立川の渋滞はなかなか解消されません。なかなか現職の議員の方でも交通関係のことを主に動いている方はいないということで、ぜひ今回私が交通関係のことを主にやっていきたいと思っておりました。本日の立川通りや天皇橋付近ずっと通ってきましたが、かなり渋滞が広く目処が立たずに皆様のストレスを感じていると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、頑張ります。はい、今回私が無所属で立候補しておりますが、これにもこだわりがあります。私がやりたいと思っていることは、おそらく既存の政党から立候補すると半分以上できないと思います。私は忖度もできない、しがらみも苦手です。言いたいことをズバズバ言ってしまうタイプです。なので無所属以外自分は活動できないと自分でも感じております。こんな中、昨年天城さんの演説を聞いて、私が思っていることと天城さんの考えていることはほぼ同じであると思い、今回応援演説を天城さんにお願いいたしました。今日最終日、私と天城さん2人で演説をさせていただきます。あとこのあと2回ありますが、よければよろしければ全部聞いていただけたら幸いです。すみません。それでは天城さん、よろしくお願いします。立川駅前北口を通行中の皆さん、お騒がせしますが一言耳を傾けてください。私は今からちょうど8ヶ月前、去年の10月の衆議院選挙で立候補いたしました元外交官の天城直人です。あの時私は立川の有権者の皆様から2000票を超える貴重な票をいただきました。今その人たちに訴えます。あの時私は皆さんの貴重な票に応えることはできませんでした。しかし今再びここに私に代わって伊藤智之さんという市議会議員選挙の候補者が現れました。そしてその伊藤候補は、あの時私が皆さんに訴えた、つまり今の既存の政党政治家では何も政治は変わらない、我々のための我々の政治をやってくれるのは全く新しい
政党政治家を作らなくてはダメだ。この訴えに共鳴をして立候補し、そして私に応援を求めてきました。私は何があってもこの伊藤智之候補を当選させたいと思います。そして私はこの訴えで、あの時私に当選しなかった人、そしてすでに自民党とか共産党とか立憲民主党とか特定の政党政治家を投票されることを決めておられる方は、もはや私の言うことは聞く必要は全くありません。その人たちはその人たちの信じる政党政治家に入れればいいんです。でも今日本の世の中は4割以上の人たちが支持政党も支持する政治家もいない、今の政治は信用できない、そういう人たちが大部分なんです。私はこの立川の有権者の皆さんも、おそらくこうして通行しておられる皆さんもみんな同じ思いだと思うんです。今の政党政治家ではどれを選んでも同じだ、何も変わらない、それはその通りなんです。なぜかといえば、今の自民党は権力を握って話そうとしません。そして野党はその自民党から権力を奪って、そして再び権力に政権政党になろうとしている。こういった権力闘争、政局では私たちの暮らしは何もできません。私は今の政党政治家を否定するというネガティブなことを言ってるんじゃないんです。今の政党政治家を否定した上で、全く新しい私たちの政治をできる政治を作りたい。その基本はですね、平和憲法なんですよ。私が今一番訴えたいのは、今日本の政治に欠けているものは、我々の命と暮らしが守られていない、我々の命と暮らしを必死になって我々のために実現する政党政治家を選ばなければいけません。私はその訴えを本気でしている政党は日本共産党だけだと思っています。今の政党の中で日本共産党はまさしく私の考えていることを政治で実現しようとしている。でも皆さん、共産党だけがそれ言ってたらダメなんです。例えば私がアメリカの軍事同盟は反対だ、アメリカの基地を日本からなくせ、こう言えばですね、私は共産党だとすぐに言われるんですよ。で、私は共産党じゃありません。共産党の言ってることは正しいけれども共産党じゃないんです。つまり共産党でない普通の日本国民、普通の政党政治家が共産党と同じように命と暮らしを守ることを言わなければいけないんです。皆さん、ここから先は少し難しいんですけども聞いてください。今の日本の政治で野党も与党も、そして共産党でさえも、私が尊敬する共産党でさえもできないことがあるんです。それは何か、アメリカの命令から抜け出せない。アメリカというですね、世界一強大な軍事国家、世界一豊かな国、そのアメリカが日本を完全にコントロールしてきた。それは安全という面ではアメリカの軍事同盟、そして経済という我々の暮らしの中では、どん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 我々の稼いだお金がアメリカの金融資本主義に吸い取られていってるんです。この2つこそですね、今の政治が欠けているものなんです。で、これを共産党が言ってたらダメなんです。共産党が言ってもいいんです。でも共産党だけがそれを言っていたらダメなんです。普通の者が、普通の国民がそれに気づいて、そして自分たちの手でそれを変えなければいけません。私は今度の立川市議会議員選挙で43名の候補者がいます。みんなそれぞれ立派な人たちでしょう。立派なことを言ってます。そしてそれぞれの
候補の後ろには自民党であれ公明党であれあるいは立憲民主党であれ大きな組織があります。たった今も立憲民主党が大きなスピーカーで枝野代表が来てわーわー言ってました。それはそれでいいんです。でもそういう組織も何も持たない人たちでも政治はできるんです。そういう人たちでも立候補できるんです。そして当選できるんです。この伊藤智之と候補者はタクシーの運転手なんです。タクシーの運転手というのはですね、一番我々の日常生活に身近なところにいる人なんです。一番私たちの暮らしの苦しみを分かる人なんです。そういう人こそ私は政治をやってもらいたい。そして今の政治家は選挙の時はわわ叫いで頭を下げるけれども、当選したら何もしません。国会議員見てください。でもこの伊藤さんは私を裏切ることはできない。彼は私に応援を頼んだんです。私は彼を全力を挙げて当選させるんです。彼は私を裏切ることはできない。私は皆さんを裏切ることはしません。いいですか皆さん、今度の立川市議会選挙は誰に入れてもどの政党に入れても何も変わりません。しかしもし皆さんが今度の立川市議会議員選挙でこの伊藤智之さんという人を入れればですね、そして彼が皆さんの投票で当選して政治家になれば立川が変わるんです。立川が変われば全国の地方都市が変わるんです。同じような候補者が出て、そして一人一人そういう政治が出てくる。その人たちが日本の国会を変えるんです。皆さん、今度の立川市議会議員選挙、明日投票日です。あと1日です。何も考えていない、誰もいない、選挙に行かない、それはそれでいいんです。私も普通であれば行く気はしません。でも今度の立川市議会議員選挙は伊藤智之さんが出てきました。ぜひ皆さん、今度の選挙に限っては伊藤智之候補に皆さんの票をお願いいたします。どうか皆さん、明日投票日には朝でも夕方でもとにかく投票所に行って、伊藤智之さんの名前を書いていただきたいと思います。あなたの一票は今度だけは歴史を変える一票になるんです。今までの投票はただ投票行ってそれで有権者の義務を果たした。でも今度は皆さんが日本を変えることになるんです。そして皆さんが日本を変える、日本が変われば世界が変わるんです。どうか皆さん、そういう選挙にしていただきたいと思います。私の応援はこれで終わります。天木さん、どうもありがとうございました。次にまた15時よりこちらで演説をさせていただきたいと思いますので、よろしければ皆様またこちらの方にお集まりいただけたら幸いです。それではどうもありがとうございました。